私、幸せになるね、当のなぎこ、4度目の結婚へ前進、幸せオーラが出まくり、幸せになって、ファンも喜ぶ。今年3月に3度目の離婚を発表した俳優の当のなぎこが2日までに自身のインスタグラムを更新。4度目の結婚へ前進したことを報告した。幸せすぎる一日、ハート、と題して始めた当の、結婚のお話。ちゃんと、具体的にしたよ、改めて。本当に本当に、幸せな話し合いができたよ、と綴り、幸せそうな笑顔の自撮りショットをアップ。そして、私、幸せになるね、と宣言した。この投稿には、幸せになってくださいね、嬉しい投稿を見て、思わずキャーッとなりました。幸せが染み、虹、見出てる写真だ、いつになくスマイルが素敵。幸せみつる、ある、出てるぞ、幸せオーラが出まくりです。そんな笑顔にしてくれたなぎなぎの彼氏さんは宇宙一素敵です。などとフォロワーも喜んでいた。当のは5月17日に新恋人ができたと公表し、同31日にテレビ番組で破局を公表。6月14日に番組で新恋人ができたと明かし、同28日に破局を報告。7月13日にも、おとといの朝、お別れをお伝えしたの、と交際相手との別れを報告。同26日に、皆さん、もうお気づきだと思いますが、私彼氏ができました20歳年下の方です、と明かしたが、8月9日に SNS で破局を報告していた。その後、10月16日に新しい、パートナー、ができたことを報告。11月10日朝に終わっちゃったかなと危機を示唆したが、同日夜に逆プロポーズ大作戦大成功、シャープ今日からシャープ婚約者と急転直下で婚約したことを明かしていた。